さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、名人戦第2局こちらの方をね早速並べていきたいと思います。先手渡辺名人、後手斉藤八段ということで、早速ね見ていくんですけれども、戦型の方は相掛かりということにねなっていきましたね。さあさあさあ、飛車先のね、こうね、交換しないっていうのは最近ですよね。新しい近年の相掛かりって感じですよね。さあ、ここで早速ね、まずは後手から仕掛けていくということで、まあ、ここでね、まあ、どうやって3、ここの地点の歩がね、ちょっと浮いてるんじゃないかというところあるんですけども、まあ、これをね、あえて受けずに行くということですね。で、本譜は、ここでさらに後手も王様6二と。で、これ取ったらどうなんのっていうのね、多分気になる方いると思うんですよね。まあ、この瞬間が、まあ、ちょっとね、ここに歩が打てるよっていうのはあるんですけど、まあ、一歩交換してとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、これが、まあ、こういう風に一応打てますよっていうのがあるので、まあ、急跳ねて、こうですね。こういう風に、飛車先を交換してから、ビューンと。回っていくみたいなね。まあ、こういうのがあるんで、まあ、こう、まあ、この桂馬がね、ちょっと負担になりつつっていうような、まあ、こういう展開も一応あるということなので、3六歩はま、あえて受けなくても大丈夫ということですね。まあ、ちょっと長くなりましたけども、本譜戻りまして、後手は6二玉とね、まあ、ここを上がっていくということで、さあ、早速、先手はここで飛車先を交換していきました。さあさあさあ、これを受けて、歩で追い払って、2六ということでね、ここで浮いて守っていくと。さあ、角道を開けていく。さあ、ここで8七歩とね、手堅くね、受けていってということで、まあ、ここで、まあ、角交換をね、してしまうと、変な話、こうですね、こうしてしまうと、向こうから、まあ、飛車でズバッと切ってきて、角を打つみたいなね、これが飛車取りとこのポジションを咎めてね、こう2枚替えができてしまうよという変化がありますということで、まあ、ここは8七歩と手堅く受けて、後手も8四飛車とね、まあ、横に引くような形で飛車を浮いていく、まあ、8二まで引くとちょっと守備的な感じですよね。さあ、ここで7六と角道を開けていく。さあ、その歩を狙ってね、飛車をスッとね、一個横に7六の歩を狙っていきます。さあさあさあ、ここでね、先手から角交換に行っていくと。まあ、先手側から交換すると、まあ、一手損する形なんですけども、まあ、同銀とね、形よく銀をね、運んでいこうということですね。さあ、本譜、飛車が走って歩を取るんですけども、狙い通り銀をね、7七と上がって形よく受けていきました。さあ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 、ここで飛車をまずは引いて、さらにここでね、桂馬を跳ねていくということでね、さあ先手なんでね、積極的に行くんですけども、先に動いたのは後手、9五歩とね、ついてくると仕掛けていきましたね。同歩にここで9七と垂らしていくということですね。まあ、これは連打する手もありましたね。連打して釣り上げて、狙いとしてはこれですね。釣り上げて、ここ、9八角打ちという手があるので、桂取りになるよと。まあ、守ろうとしても、まあ、これもズバッと切ってしまって、飛車が慣れますという手筋があるので、まあまあまあ、まあ、この9七の歩はね、多分、変化いったら、まあ、取らない変化で進むと思うんですけれども、まあ、本譜はね、一歩節約して、9七とね、打ってきましたね。さあ、これはまあもちろん同香と取れば同じようにさっき言った9八角があるので、まあここで無視して、まずは2五飛車とね、9五の歩を横利きで守っていくということですね。さあ、それに対して3三桂と飛車に当てていく。さあ、ここで一発揺さぶり、8五飛車と揺さぶっておいて、さあ歩を使わせます。8四歩とね、先手を取って受けていきますが、まあ、ここであえてね、5五と、あくまで横利きを生かす変化ですね、手順を選んでいきます。さあ、ここで2八角と打ってきましたね。さあ、それに対して1八とね、
一発香車を上がって、まあ、どうせ取られるならば馬をね取らせた際に1八のところに移動させようという手筋ですね。さあ角は鳴るんですけれども、ここで先手も8二角とね、まあ、角を取り合ってね攻め合いしましょうという感じでしょうかね。さあさあさあ、ここでまずは一発3五歩とねやっておいて、まあさすがにこれはね取り込まれると桂頭なので同飛車と行くんですけども、そこで1八馬としましたね。さあここで先手も9一角成と香車を取っていって、まあ先手としてはね、まあ一歩得しているので、まあこれは次、まあ端も伸ばしていくと、方針としては分かりやすいかなというところですね。さあここで歩切れを解消しながら1七と飛車に当てていってということでね、まあここで封じて1日目が終わるということですけど、まあ封じてはね予想通りでしたね。まあ6五飛車と回っていきますということで、そこからねちょっとね後手は激しくいきましたね。ここで2四飛車とね、なんと攻め合いを選んできましたね。飛車をね使って馬もいるんで、いやこれは強い手ですね。さあただしこれも読んでいたのか、渡辺名人は比較的早くもう9四歩とね伸ばしていきましたね。まあ攻め合いも次9三歩成と入って8二とっと入ればね、もうこれはかなりと金で攻めているので先手としても不満はないし、まあ9三歩成同桂としても9五飛車とね応援も効きますよということなんですが、まあまずはね馬を寄ってゴリゴリと攻めていこうと、まあもう次は馬を切ってね3八馬同金に飛車成り合わすよというね、まあ本当にゴリゴリの攻め合いですね。さあ攻め合いは大丈夫ということで堂々とね歩を鳴っていく。さあ同桂と取って、いやここですね、ここで単に飛車を回ってまあね桂取りと飛車成りを選ぶんじゃなくて、一発ねここ7四歩とね一発ここで利かすんですよ。これがやっぱりね渡辺流ですよね。いやーここは同歩と取っても空間が空くしと、まあ同歩と取ったら7三にね将来的に歩を打てる、まあ今打ってもいいかなっていう感じですけども、ここでね歩を入れることによって、かといって攻め合いにしたら歩成りが入ると、この呼吸がねさすがでしたね。まあここは取らずにね、やっぱ取ると空間が空くんで、本譜は8五桂と跳ねて、まあ、9五のね、飛車と回らせないように桂までブロックしつつ、銀取りなんですけれども、ここでね、7六とね、スッとかわす。まあ、ここまで読んでたんでしょうね。こうなってくると攻め合いを選ぶにしては、ちょっとね、3八馬入れたいんですけどね、角を渡しづらいんですよね。角を渡してしまうと4一角と打たれてしまうし、なんせこの歩成りが残った状態だと強く戦えないということなので、ここで本譜は7四の歩を払っていくと受けてしまうんですね。ここで、まあ、3八とね攻め合、例えばまあここで攻め合う変化選んでくると、まあこう飛車は成れるんですけども、この香車でねそこに打つ手が硬いでしょということで、まあ、攻める手がねちょっと難しいですよね。まあ、例えば2八とかでねゴリゴリに攻めていくような手だと、やはりここに歩があったのが一発こうなれるので、これが辛い、早すぎるんでね、本譜はね攻め合いを選ぶことができず7四歩とねまずこの歩を払っていくんですが、ここで7三とねああいった空間に歩を打っていく。いやーまあこれはね同銀と取るしかないんですが、ここでね8五の桂馬を食いちぎるということで、さあ同歩にさらに馬も切っていく。同玉に8五飛車と、まあ、ズバズバとね玉の周りをね引きずり出して清算して一気に攻めていきましたね。いやこれは素早いですね。さあさあさあ、ここでたまらず6四歩、これは次6五歩とね打たれて、6五桂とね打たれる王手があるのと、まあ、歩でねガードしたとしても結局飛車なられてしまうので、まあ、ここはねより厳しい6五桂馬を防ぐ6四歩とね、まあ、受けていくんですが、まあ、ここでねあっさりとね飛車を鳴っていきましたね。まあ、なんかここ8六香というね、まあ、こういう風に足していく手、まあ、次に8二飛車成りみたいな手もあるんですけども、本譜はシンプルに8一飛車成りと優勢なのでね、まあ、シンプルに攻めていきますね。まあ、これにはね銀を打って弾いていくんですが、9二竜としておいてということですね。まあ、次に8
8号の桂打ちとかがあるんで、桂打ち打って7三に歩叩くぐらいで結構も厳しいですからね。さあ、それを防いで本譜は8一香とね、打ってね、8号桂打ちをね、防いでいくんですけれども、さあ、ここで一発玉の頭の、ね、近く7号歩とね、いや、これはね、ちょっといやらしいですね。やっぱ歩の使い方がうまいですね。いやー、これ同歩と取るとね、まあ控えて打つ6六桂とかね、まあ一発叩いてからとかいろいろ手があるので、こういう歩はね、ちょっと終盤では取りづらいということで、本譜は6二玉とね、ちょっと早逃げでなんとか体勢をね、整えたいということなんですが、これを逃さないと5五桂とね、さらに玉の頭にプレッシャーをかけていくと。で、ほっとけばね、香車とか銀とか打ち込んでいけばね、もうポロッと、香車なら金も取れるし、ということで、かなりきついのでね。さあ、ここで8三角とね、なんとかね、受けていって、まあ、徹底防戦ですね、これは。本当に、受けだけなんですけど、なんとか王様をこっち側に逃がせれるかどうかというね、2筋3筋方向を目指したいんですが、やっぱり逃すわけがないということで、6三銀と打ち込んでいく。まあ、もちろん竜が効いてるので、同銀と取れないので、まあ、逃げるしかないんですが、ここでね、7二銀ならずと取っておいて、これならずがポイントですね。まあ、仕方なくね、竜を取るんですけども、さらにここもならずで入ってね、これが詰めろ詰めろということですね。まあ、頭金なんでね、まあ、これは取れないと逃げていくしかないんですよね。まあ、これ取ってしまうと、シンプルに6三の桂なった際に金がないので、もうちょっと受けがね、効かなくなってくるんですよね。なので、まあ、飛車打って粘るとか言うんですけど、ここに飛車打ってるよ、じゃあもう自陣に飛車角があって、攻めれないと。いうことで、まあ、こうなってしまうと、まあ、シンプルに4一銀みたいな、ちょっとイケメンな手とかも打たれてしまうので、まあ、なんでね、本譜は6一銀はちょっと取れずにね、まあ、なんとか逃げて粘っていきたいぞということなんですが、やはり厳しい。ここで4六香とね、玉の頭に、ね、プレッシャーかけて、さっきの5五桂も光り輝いていくということで、さあ、4四歩とね、飛車の横利きを使ってね、なんとか止めていくんですが、さらにゴリッとね、頭から3五銀打ちとね、まあ、飛車を取りもありつつ、ここ4四も出れますよということでね、上からゴリゴリ潰していくぞということですけども、さあ、遊んでる角でね、なんとか8三角として、6一の銀をね、取りつつ取った手がね、玉頭を守ってるようになるんですが、さあ、ここは構わず香車を走っていくということでね、まあこれはね、同飛車と粘っていくんですが、同銀と上からシンプルに潰していって、さあ、6一角と取ってね、なんとか玉頭を守っていくんですが、ここでね、6二飛車と打っておいて、投了ですね。いやー、渡辺名人強しということで、これで1勝1敗のね、タイとなりましたけどね。いやー、この投了図は仕方ないというか、まあ、これ合駒するしかないんですけども、まあ、合駒したとして、まあ、4三にね、ねじ込まれたぐらいで、もうちょっと受けが厳しいですよね。まあ、これはね、まあ、取ってしまうと、まあ、シンプルに積んでしまうということなんで、まあ、金が入るんでね。まあ、なんで、この、金、まあ、こう逃げるんですけど、まあ、ここをなっといてね、5三に。まあこれぐらいでも本当に受けがないということで、まあちょっとね、先手手つかずという圧勝でしたね。いやー、渡辺名人の、すごかったですね。個人的にはやっぱり7四歩からのね、この、ここですかね。やっぱり封じ手のちょっと攻め合いのこの2四飛車が、まあ6五飛車からね、2四飛車を選んでから、ちょっと後手番に攻めのターンが来なかったし、まあ、ちょっと渡辺名人の攻めのつなぎ方がやっぱりうまいですね。ここはちゃんと歩を入れてとか、玉頭に空間を作ってみたいなね。ここからはちょっと、後手としては受ける一方になってしまったと。もう鋭いですもんね、馬も切ってと。まあ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 、頑張って粘ってはいたんですけども、渡辺名人のやっぱり鋭い小駒を使うね、この、攻めのつなぎ方とかね、やっぱ決めるときはちゃんと決めきるというね、この銀のならずでいくとか、まあ、やっぱりこの辺が光る、やっぱ攻めの強さと、まあ見切りですかね、良さと、やっぱりこの、何ですかね、ちゃんと細いような積み筋を読むんじゃなくて、ちゃんと中終盤で
一手差を稼いで勝つっていうね、本当に駒の運び方がうまかったですね。まあ、本譜はすみません、6、2、飛車までですね。で、投了ということで、いやー、なんですかね、やっぱ1局目、2局目ともにやっぱ優勢のままいって、1局目はね、ちょっと逆転されてしまいましたが、2局目はね、やっぱ優勢をそのまま押し潰して勝利をつかんだということで、まだまだ名人戦楽しみですね。7番勝負、何局まで行くか分かりませんが、1勝1敗ということでね、これから盛り上がっていくんじゃないでしょうか。さあ、それではここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。できればチャンネル登録などしてくれたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。